品格云々言ってる人間がいます。いや、ま、別にあなただけのことじゃないんだよ。品格云々ね、国家としての品格だったっけ、なんかそういうね、本があったと思いますけどね。国を守るのに品格も減ったくれもあるかい。自分の国を守らなきゃいけないときにね、品がどうとかふざけたこと言ってて、がんじがらめになって何もできなくなったのが既存保守なんです。だから私は私のやり方でね、これからもね、ことあげしていくつもりです。そういう日本人が一人ぐらいいてもいいでしょうに。一人ぐらいいなきゃね。品格の問題で自分たちをがんじがらめにしてしまってる。分かっちゃいるけど、それを取っ払うと周りからね、何言われるか分からない。その怖さがね、あるわけですよ。まあだからこそね、だからこそ、行動する保守運動っていうのが誕生して、汚れ役は全部やってあげますよと。その代わりね、自分たちで立ち上がりなさいと。まあこれからも伝えてまいりたいと思います。